本日は開館35周年第35回企画展、天正18年、こうした企画展を現在開催しておりますが、こちらの会場からお届けしたいと思います。こちらの展示は、開館35周年ということで、忍城城、そしてこの城主の歴史にも関わるですね、歴史を、クローズアップして紹介するというものなんですけれども、特に、もう一つですね、野望の城という忍城城というお城が全国的に知名度を、得たと思われる作品、映画自体が公開されて、実は今年で10年目の節目の年を迎えております。そうしたことから、特に忍城城水攻めを中心に据えた展示をしたいということで、開催を迎えたものでございます。本日はですね、この会場から特に見どころとなる資料であるとか、見ていただきたいポイントなのかを紹介したいと思っております。ではまずですね、この展覧会なんですが、4つの構成で展示を成り立たせております。まず最初の構成というものが、1番目、成田氏長と忍城城というものです。博物館自体がですね、忍城城の本丸跡地の上に立っているという性格から、忍城城の遺物であるとか、忍城城に関わる歴史資料というものを当館開館以来収集してまいりました。ここでは特にですね、忍城城の遺物、最新のものをですね、そのほんの一部ですがご紹介をしております。忍城城ですけれども、一応成田氏という武将によって築城されたということが言われております。その中で、戦国時代からですね、近世江戸時代に至るまでのさまざまな時代の遺物が出ておりますが、ここでは、第、13次ですね、13回目の発掘調査において出土したものを、展示しております。これも全てではありませんけれども、おおよそ時代としては15世紀前半から16世紀前半、つまり戦国期、室町時代から戦国時代の、時代を物語る遺物を出しております。向かって左手のケースにはですね、こういった土の焼き物ですね、宝禄、すり鉢、あと常滑亀などですね、この亀などは非常に古い年代のものだという、知見もございますが、こういった生活を物語るものが出ております。またですね、右手のケースを見ていただくと、こちらは木製の、漆塗りの碗であるとかお皿が、出土しております。中には、黒漆だけではなくて朱塗りのものなどもあったりとかして、さまざまな用途に使えるような碗が多数あったことが分かっております。同様に成田氏長関係の資料をここでは古文書からご紹介します。このケースに入っている資料は全て忍城城主の成田氏長、この氏長という人物が、署名と、そして花押といった、戦国武将のサインですね、こちらを据えた文書が3点出ております。掛け軸としてかかっているものは、現在熊谷の目沼にございます、いわゆる商店様ですね、勘議員様、当時は商店員と、名称されておりますけれども、この商店員が成田に対して戦勝祈願等を行ったことに対する成田氏長がしたためた書状、礼状になりますね。でそれに対して、この展示台の上にある、文書というものは、成田氏長が、家臣であります栗原大学之助、という人物に宛てた版物と言われる古文書になります。でこの2通に対してはですね、家臣団に対しての、領域支配をですね、していた様子が分かる文書の内容となっております。特に栗原という人物はですね、現在の門井町、当時は門井というふうに呼称されておりますけれども、そのあたりに領地を与えられていたということがこの文書の内容から分かります。では続いての構成としては、2番目として小田原合戦と史上というテーマになっております。小田原合戦がまずなぜ起こったかということを簡単にご説明しますと、
八方城主北条氏国の家臣の猪俣という人物がですね、名古屋城というお城を、まあ、奪取したというところに端を発します。もともとこの地域というのはですね、真田方が持っていたものなんですけれども、これが、まあ、北条方に奪取されたということで、まあ、それ以前に出された、まあ、小田原北条氏と真田の間に立った秀吉の裁定を、まあ、事実上無視するという形に至ったわけです。まあ、それによって直接的な小田原合戦の要因として、まあ合戦、戦いが勃発していくということになります。で、1点目の資料として見ていただきたいのが、八方城主北条氏国が奉納したと伝わっております32件筋兜というものですね。こちらは埼玉県の指定文化財にも指定されておりまして、まあ、あの知る人ぞ知る、まあ、名品ということもできようと思います。まあ、32件筋兜ということでですね、まあ、多くの筋が入っておりまして、その筋の間に象眼がされておりますけれども、これ神様のですね、名前が象眼されているという形になっております。まあ、作品の保護の関係上ですね、少し照明を暗くしておりますけれども、目を凝らしてぜひ、会場でご覧いただきたいというものです。また鉄の上にですね、朱塗りの、黒、朱の漆塗りをですね施していたりとか、まあ、造形が非常に凝っておりますので、こちらも見物になりますね。同じ八方城関係ですと、八方城の後から遺物、出てきた遺物というものも紹介しております。まあ、大きなものはですね、今回ここには出しておりませんけれども、一般的な瓦系でありますとか、と他の焼き物類ですね、そういったものを出品しております。続いて取り上げる市場といたしましては、八王子城でございます。八王子城もですね、同じように城の跡から遺物が大変多く出土しておりますけれども、特にこの戦国末期のお城の中での出土遺物としてはですね、八王子城がダントツで豊富な遺物を誇っております。まあ、八王子城はですね、北条氏輝という人物が城主で、まあ、八方城と同じように城攻め、秀吉方の軍勢の猛攻を受けてくるということになります。で、特にですね、この八王子城については大変堅固な城だということが、まあ、秀吉方の軍勢にも知れ渡っておりました。事前の情報収集などでもそういったことが、まあ、共有されておりましたので、まあ、非常に大きな軍勢でもって八王子城は、攻撃を受けます。で、その結果ですけれども、わずか1日で八王子城は落城してしまうということに至ります。で、まあ、それでですね、なぜこのようなたくさんの遺物が残っているかということなんですが、非常に短い期間での戦いで済んだからというのが一説でございます。また江戸時代以降にもですね、まあ、幕府のお囃子の山として保護の対象となったことや、あるいは八王子城というお城自体は江戸時代以降、まあ、お城とは対照的に、江戸時代の城としては利用されておきま、いきませんので、まあ、そのままの状態で、まあ、近現代を迎えたと、そういった諸説がございます。またこういった遺物の数々見ていただくと分かるんですが、こう復元をされておりますけれども、多くがひび割れた状態、まあ、バラバラに割れた状態で出ております。これのゆえんというのもですね、担当者の方が呼ばれるには、わざと敵方にこういった貴重な宝物が渡ることを避けるために、わざとバラバラに砕いて、しまったのではないかということが言われております。まあ、こういった伝来の状況からでもですね、さまざまな歴史的なことが読み取れる作品となっております。ここまでは、市場の様子について、ご紹介してまいりましたけれども、小田原城本城の方の動きにも少し遡って移っていきましょう。ここでは北条家の朱印状というものを紹介していますが、
こちらはですね、天正17年で12月8日付で出された、北条氏直のが当主であった時の朱印状になります。小田原北条氏の当主というものは、家臣等々に文書を発給するとき朱印状を出しますけれども、ただの朱印ではなくて、虎朱印というですね、虎があしらわれた朱印というものをですね、使って文書を発給していきます。これは小田原北条氏特有のものになります。この時氏直が秀吉の小田原攻めの情報にすでに接していて、それにこうした形でですね、その情勢を家臣に伝えた文書になります。ここから秀吉が小田原に攻めてくるという動きが読み取れていきます。続いて右手の朱印状に移ります。こちらの朱印状は翌年天正18年の3月5日に発給されたものですけれども、これは家臣の宇津木兵庫之助という人物に宛てたものです。この中では前年の桜井肥前守に宛てた文書よりもさらに緊迫した状況が伝わってきます。氏直はですね、もうこういう時節であるかあるので、脇目も振らずにですね、とにかく走り回って、戦いに備えろということを言っています。で、あらゆる、家臣たちが抱えている人物たちもですね、何か先行があればそれ相応のですね、褒美を、与えるというようなこともですね、言われております。このように家臣を鼓舞するような文書も、朱印状で発給されていたということが分かる文書になります。小田原城ですけれども、秀吉の軍勢に、小田原攻めといって城攻めされていく中で、少なくとも秀吉の軍勢は4月上旬頃から小田原城を包囲したと言われております。その様子を視覚的にご覧いただける資料複製でありますが、こちらのかかっているものになります。現物は山口県の文書館、毛利家文庫というところに収められておりますが、今回は複製神奈川県立歴史博物館様がお持ちのものを展示しております。ちょうど皆さんから見て画面の右下のあたりご注目いただくと小田原本城と、書いておりますけれども、このあたりが、いわゆる小田原城本拠地ということになります。で、その南画面の下側が海になっております。でその海以外のですね、三方を、ちょっと同心円状に見ていただくと、ちょうど、秀吉方の軍勢の武将の名前がですね、書いておりまして、包囲がなされている様子が見えるというものになります。またこの小田原攻めでですね、一つ重要な役割を果たしたのが、石垣山城、石垣山一夜城と言われますけれども、こういったものがあります。ちょうどこの小田原本城と書いてある目線の高さから左側にですね、目線を動かしていただくと関白様お城という文字が横向きですが見えてまいります。ここが石垣山城が築かれていた場所になります。5月以降にですね、完成してくるということになりますので、まだ完成を見てない頃の状況かなというふうに思われます。この展示の3つ目の構成として忍城水攻めの攻防というものを挙げております。いわゆるこれが忍城攻めを中心に据えた展示のとなりますね。でこの忍城攻めですけれども、天正18年の6月頃から本格化してくると言われております。で、皆さん市内の方はご存知の通りですが、石田三成、名の通りですね、石田三成という人物がこの忍城攻めの指揮を取ったということが、いわゆる一般的な理解となっております。で、この今映っている石田の右側にいる人物がですね、浅野長吉という人物がでございます。で、この人物はですね、後から合流してくる、部隊を率いておりますのが、同じようにですね、石田と同じように忍城攻めに非常に大きな影響力を持った人物です。で、秀吉はですね、この忍城攻めにあるポリシー
方針を持っておりました。それはですね、忍城内に籠城する兵の命は助けて城を受け取るようというふうに命じています。これ様々な秀吉の朱印状を見ると明らかなんですけれども、つまりはですね、忍城攻めにおける秀吉の方針というものは城の開城と兵の除名であると、これ以外の先ほどご覧いただいたような八幡城であるとか八王子城あるいは岩槻城、さまざまな諸城ではですね、兵は皆討ち取るようにというような形でかなり厳しい対応しているんですね。それに対して非常に対照的な対応だということが一つ言えるわけです。そういった敵味方双方に被害が少ないようにするためということを考えるならば、城を包囲して忍城側から開城させるということを狙った水攻めをやった、このように考えることもできるということを一つお示ししておきたいと思います。で、結果的に秀吉は、こういった文脈の中で水攻めをするように三成に命じてくるということになります。では忍城の水攻めが進行する中での出来事として一つですね、特徴的な作品とエピソードを取り上げたいと思います。それがですね、こちら里見義政選考覚書というものですね。これは千葉県の館山市にございます館山市立博物館で収蔵している作品なんですけれども、館山市外の地域では今回この行田の展示というのが初めての公開となります。で、この里見義政という人物はですね、忍城水攻めというかですね、忍城攻めに浅野長吉の配下の武将として参加を実際にした人物になります。で、この人物がですね、自分の子供たちに、自分がこのような戦いを経験してきたと、そういった経験談を語り継ぐ際の文書、これが屏風仕立てになっているというものです。で、このうちですね、何箇条もある中で3箇条分一つ書きが3つ分ですね、忍城攻めに関わるところが出てきます。で、それをちょっと見ていきたいと思います。ちょうどですね、左側の2線分の、一番下の段ですね、3段目のところにですね、その記述が多く出てきます。先ほどご紹介したように忍城というお城は秀吉からも、そして実働している石田三成からしてもですね、水攻めで攻めていくと。で、そのために石田堤というですね、堤防、人工的な堤防を築くことによって、わざと忍城の領内を氾濫させていくということを、戦法を取っていきます。戦法自体は押川であるとか星川というものを遮ることによって水を溜めていくというものでしたが、一方で途中で合流した浅野軍はですね、それまで力攻めでもって他の城を攻略してきたという実績がありました。そういったところからも浅野軍自体は忍城も力攻めで攻められるのではという心づもりがあったのかもしれません。そういった中で見ていただきたいんですが、同じようにですね、忍城攻めに加わってきた真田昌幸ですねという人物が同じように浅野と一緒にこの忍城下いたわけなんですが、ある時浅野に対して真田がですね、自分には見込みがあるので、行田の皿尾口、自分が担当しているところから、攻め入る許可をしてほしいということを持ち出してきます。で、それに対して浅野もっともだろうということで許可をしまして、で、逆に自分からも軍勢を出そうかと提案をして、したところですね、それは無用だという形で真田は断ります。そういったことが書いてあるんですが、実際にじゃあ、攻める当日になってですね、真田がなかなか軍を出せなかったそうです。で、実際に好機を逃してはならないということで浅野の軍勢が皿尾口から攻め入ったということが書かれております。で、その配下として、里見義政も愚部していって、本城忍城の中心部にですね、三の丸や二の丸はですね、捨て置いてどんどん、中に切り込んでいったということが書いてあります。
まあ、最終的に浅野自身の指示によって、本庄に迫る一歩手前で引き返してきたということが書いてありますが、まあ、このように浅野の部隊の具体的な動きが分かる資料として貴重なものになっております。で、押し城攻めの経過ですけれども、まあ、あの一般的な理解としてですね、まあ、他のお城小田原の本城を含めてですけれども、まあ、諸城が落城していく中で、まあ、ゆくゆくはですね小田原の本城とこの押し城だけに限られていきます。で、先に開城したのは小田原城であったということはご存知かと思います。では押し城が、開城したのはいつだったのかということを文書から追っていきたいと思います。まず押し城の牢城戦、牢城していて成田勢がいつ降伏したかということが分かる資料はですねこちらの浅野長井氏の書状というものになりますね。会場では複製を展示しておりますが名古屋大学さんがお持ちの滝川文書になります。で、ここにはですね、7月14日付の文書なんですけれども、まあ、今日明日中には押し城に入城するという旨が報じられておりますので、まあ、要はそれまでに牢城軍というのが、まあ、降伏の意思を示していたということが分かります。続いて出している資料が木村常陸介書状というものです。こちらもですね、先ほどの浅野長慶書状と同じ日付で出されておりますが、ここでは浅野長慶という武将の評価についてもですね知ることができます。まあ、木村も同様にですね、まあ、関東の諸城を小田原攻めの中で攻めていくわけなんですが、まあ、身近で浅野の働きというものを非常に感じていたところだったと思いますが、まあ、この押し城攻めにおいても、まあ、あのそれ相応の働きをしているということが評価している文面が見られます。続いてですね、押し城の受け取りの日を確定できる文書というものがあります。これがこちらの浅野長慶書状というものですね。で、こちら7月16日付の文書、柳田千信斎という人物に宛てた文書なんですけれども、この中では押しの儀一昨日城受け取りという文言が出てきます。7月16日付ですのでそれから、まあ、一昨日ということで7月14日に押し城を受け取ったということが、まあ、これでわかるわけなんですね。続いて豊臣軍、まあ、秀吉の軍勢が押し城に入ったのはいつかというものなんですが、まあ、それが様子がわかるのがこの7月17日付の浅野長慶氏の書状ということになります。まあ、実際にですね城を受け取ってさらに入っていくという一連の流れがですねこれらの諸城軍から分かってまいります。まあ、押し城の水攻め自体はですね、まあ、このように、まあ、執着していくんですが、まあ、いわゆる小田原北条氏の、まあ、終焉についてもここで語っていきたいと思います。まずこちらの、秀吉の朱印状をご覧いただきますと、まあ、これは北条氏直の処遇について書かれております。宇治直の父、氏政らはですね、まあ、切腹をするという形になりますが、宇治直自身は、まあ、高野山に蟄居するという形の対応を取ります。まあ、その後ですね、秀吉に、まあ、家康がですね、まあ、宇治直の除名を、願っていたんですけれども、まあ、それが叶って赦免の旨と、宇治直に知行地、領地を与えるということが書かれている文書になります。秀吉の朱印が押されて、武蔵大納言殿、つまり家康に対してそれが伝えられているものですね。やはり氏直に直接言うということははばかられたため、家康を通じて氏直にこのことが伝えられたと思われます。残念ながら氏直はこの後ですね、数年後に命を落としてしまいますけれども、同じ血縁者では北条氏徳という人物も、まあ、同じように高野山に蟄居しておりましたが、これも赦免を受けて知行地をもらっております。これが天正19年の8月9日付の秀吉の朱印状です。で、これはですね、北条氏徳の家というものはそのまま存続して、いわゆる家康の世の中、江戸時代になっても大名家として存続をしていって、狭山北条家と
という形で、近世に名をつないでいくということになります。それとは対照的に、敗北をしたですね、小田原北条氏の当主として氏直は家臣団に最後の文書を送ります。それがこちらの北条家朱印状という資料です。先ほど見ていただいた虎の朱印が据えられた朱印状とは対照的に非常に料紙も小さくて、しかも、朱印をご覧いただくと虎がいなくなっています。あれはさすがにですね、小田原北条氏という戦国大名がの当主が使うという朱印でしたので、その家そのものが滅亡したということをですね、この朱印状は物語っているように感じられます。この展示の構成の最後のクライマックスとして4番目、徳川家康の関東威風というテーマを掲げております。天正18年という年は確かに小田原合戦や忍城水攻めが行われた年でもありますが、同じ年の7月末から8月にかけての動向は、徳川家康が実際に関東に移ってくるという動向がございます。合戦だけではなくて、その後の関東という地域がどのように治められていったのか、支配者が変わるということは様々なですね、支配の仕組みというものも変わっていったということに言い換えることができます。ここでは忍城周辺にですねクローズアップしてお話をしていければと思いますが、先に入ってくるのがこの一番左の人物ですね、松平家忠という人物です。かつては城主というふうに言われることもありましたが、現在のところは城代、城を預かる者として入ったということが理解として妥当だと思われます。その人物像としては城武神、城郭武神の名手と言われておりまして、この忍城は忍城攻めによって傷ついていた、そういった背景からするとその修復などをするために入ったのではと言われております。その修復の様子など埋め立てであるとか橋梁の不審の様子などは発掘調査の成果にも一部現れております。で、1年半ほど在住した後、彼は鍛冶炉というところにですね移っていくんですけれども、続いての、正式な上司としては松平忠義という人物が入ります。この人物は家康の四男ということで、血統も正当な家でございますけれども、彼が10万石の領地高を持ってここに城主として入ります。ただ一つですねポイントとなるのは、彼は家臣団をそこまでですね抱えておりませんでした。10万石で初めてここに入った時にまだ不足していた家臣団というものをどこかで補う必要があったんですね。それがこの忍城下であったということが考えられます。彼の文言帳、家臣団の名簿を見ますとですね、この忍の地で抱えられたものというのが非常に多くおります。中にはですね、忍城主、旧忍城主の成田家に仕えていた旧臣たちの名前も見受けられてきます。こういった旧臣たちがいる地域にですね新たに城主として入ると、その間で反発などが見られるかと思いますけれども、この忠義という人物はですねうまくそれを取り込む形で家臣団として取り込んで、再生産というかですね地域の編成というものをしたというふうに言えると思います。もっともですね忠義はその頃まだ幼年、若かったので、実際のこの領内での政務を取り仕切ったのはこの右手にパネルが貼ってありますが小笠原義継という人物です。彼がほとんどの政務を取り仕切っておりますので、会場内に展示しているですね寺社宛ての文書類などはすべてこの小笠原義継の名前で発給されております。顔が据えてあるものもですね多いですので、ぜひこれは現物をご覧いただければと思います。このような形で、合戦だけではなくてこの天正18年というのは、後々の徳川の世のさらに礎となっていくような、地域の支配の移り変わりの様子なども、あった年だったと言えると思います。